崎ドラゴンズ、ガチで明日からソフトバンクと本拠地3連戦。おじを祈る。バンテリンは苦手なんよ、ホークス。副ソフト予想。ホークスの交流戦成績、巨人と広島は2024年時点、他は2023年時点。これマジ？いけるやん。ヤクルトとの対戦成績おかしいやろ。今年は違うって言ってるじゃないですか。聞いた怪我でいなくなったし、近藤に気をつければ余裕で勝てるわ。どことやっても大して打てないから、通常運転でそこそこ前線しそう。一応去年は勝ち越してたよな。ソフトバンクには左腕を当てたら勝てると聞きました。中日対ホークス、割とマジで勝ち越し狙えると思う。バンテリンらしくそつまらんし、お試合ありそう。せめて2点は取りたい。三森と牧原と柳田がいないホークス、近藤対策すればバッチシですよ。言うてそろそろガシガシ出そう。中日って露骨に相性あるよな。高見交流戦1番勝ってる実績あるやろ。チュニドラ最強。